保守王国岐阜の4区で与野党一騎打ちを制した立憲民主党の今井正人さんは、美濃加茂市の街頭で有権者への感謝を述べました。この選挙区で自民党が負けたかと驚いてらっしゃる人も結構僕は多いと思っているので、まあ、そういう人たちもやっぱりこの意識が変わってくるんじゃないかなと思いますし、このやっぱりこうムードをしぼませないようにするっていうのは私の責務ですので、まあ、全力でやりたいと思います。また4児の母で愛知7区で初当選した国民民主党の日野サリアさんは名鉄日進駅に立ち、落選した自民党の鈴木淳司元総務大臣と握手を交わす場面もありました。早く私を支援してくださった皆様に感謝の気持ちを伝えに参りたいという思いでおります。子育て当事者として、そして介護福祉の現場を知る者として、しっかりと国政に声を届けて、生きた支援政策法律を作ってまいりたいと思っております。力及ばず申し訳ありませんでした。はい、ありがとうございます。はい、はい、すいません。愛知12区で落選した自民党の青山周平さんは、裏金問題で比例の重複立候補ができず議席を失いました。全員で街頭1日やってますと、数名の方は裏金はダメだという厳しい声も多くいただきました。政治金問題含め、自民党に対する厳しい、判断が下されたということだと思います。はいはい。また愛知1区で国政に返り咲いた日本保守党の河村隆さんは、党の比例代表の得票率が 2% を超え、国政政党の要件を満たす見込みだと話しました。国政政党になれたのは大きいですよ。これ本当にやっぱり苦しかったのはね、知らんもん、まだ日本保守党いて、市民の皆さんはちゃんと選んでくれるとは思いましたよ。長いことやってきて。これ一方、選挙結果に有権者は、まあ、妥当なところですね。もっと自民党が負けるかと思ったけども、まあ、前線引いた方じゃないですか。裏金問題のことがかなり影響した結果なのかな。あまり変わらないような気もしますけど。国民民主に比例投票したんですけども、まあ、だいぶ議席数増えて嬉しく思いますね。今までの、まあ、与党っていう立場にちょっとすがりすぎてたんじゃないかな。東海3県の25の小選挙区では自民党が9議席と前回の選挙から10議席を減らし、立憲が11議席、国民が4議席と大幅に議席を増やしています。